今マクトに行ったら、最近あの某 D 館もあのウーバーみたいなあの5桁ぐらいの英数字の番号の称号に切り替わり、いやなんでこんなんやってないのみたいな話なんですけど、それだってその前提の話でしょうと思ったんですけど、で、今その取りに行ったら、あの番号を伝えようとしたら、あのなんか店員のお姉さんがこれでーすとか言って、あのレシートがその商品の目の前に置いてあって、あもう勝手に確認して取ってってくださいみたいな、あの汚らしいやつが来たから、それと違うんですけど、そういやこれだわ、マジこれだわ。いやもう昨日のね、一方でロッテリアね、なんかもういちいち なんか商品をなんか一手一手確認するんですよ。で、いやでも下にそのレシートの下にそのお客さんの名前あるから書いてあるから、もうお客さんの名前で照合すればいいのに、あの要は一致してるわけじゃないですか。そうで、いやあのそこにあの名前書いてありますよとか言ったら、いやなんか一品一品確認する作業がありますから、あの一点張りで、あもうこれ何言ってもダメなやつだって言って、ああそうですかみたいな感じで、ああみたいな、もうねあのね、天文学的な差だと思ってて、でいやもうそもそもだって受け渡しに人いらないんですよ。クリスプサラダワークですみたいな、ワークみたいな感じにやれ、もう3年前からそこはやってんのに、なんで他はやってないんだって話で、いや本当ね、そこで、まあお客さんの受け渡しは結構やっぱみんなその頻度が多くなる人からその自動化していくんですけど、あの、ね、お店のね受け渡しに関してはね、だってでもっと言うとその渋谷のなんか道玄坂のちょっと右のところにいっぱいありたくなるんですけど、そこは外にそういうなんかコーンバッグの中に、あのコーンバッグの外に番号を書いてあって、でそのなあの勝手にあのそうドライバーさんが確認して取っていくみたいな感じで、要はそのお店側の人がその番号を確認しようが、その配達員が確認しようが、その間違えて持ってっちゃったってことないんですよ。番号の確認だから、その商品の細々としたやついちいち確認してるとかそういう話じゃないから。ステージ、だからいろいろね。